なぜそれほど目をかけるのか。あいつは確かに根性なしだ。そうです、根性はありません。それに頼りない。はい、逃げの思考です。だからこそ鍛えてやろうというのだ。根は悪いやつじゃないぞ。悪いやつでないのはわかります。しかし性根がダメなやつを鍛えていても意味がないと思うんです。根元が終わっているんですから。対馬は黒金先輩がわざわざ目をかけるほどではないと思うんです。見込みないんです。こいつは見込みがないから鍛えないなどといった真似を私はしない。どんな人間でも生きている限り可能性は無限にある。努力ができるやつなら私は応援してやるぞ。でもテンションに流されないとか小坂に来ること言ってるようなやつですよ。確かに、なんだかそのセリフにこだわってたな。そうですよ、あんなやつ。やけにレオについて知ってるみたいだな。同じ中学でしたから。そうなのか。何かあったのなら話してみろ。いいんです。それでは失礼します。お時間を取らせてしまいすいませんでした。何が言いたかったんだか。気になるな。握りたてだ、食え。どうだ、おにぎりうまいか？よし、もう一つ握ってやろう。大きなの握ってやるからな。よし、お腹いっぱいで気分良さそうなお前に質問だ。
このエスナオ。露骨な反応だ。中学一緒だったそうだな。お姉ちゃんとしては中学時代のやんちゃ話が聞きたいな。この絵と仲が悪いのはなぜだ？明らかにそれを上回る憎悪だったぞ。じゃあ仕方ないな。なんて言うと思ったか。姉から弟への質問に黙秘権などない。今48だ。お姉ちゃん怒りメーター70になると暴れるぞ。私は知りたいわけだ。この絵とお前が喧嘩している理由を。この絵はな、流明館に入りたての頃から何かと私を慕ってくれる可愛い後輩なんだ。頼れる先輩として弟との不仲を解決しようとしているわけだ。だから話してみろ。まあ話さないならプロレス技の連続攻撃で吐かせるまでだが。私はロッチリアだな。なんだ、食べれないのか？うん、それはきつい問題だな。すまんな。いや、その力になってやろうと思ったんだが、私は電脳関係は全くダメなんだ。ごめんな。
お姉ちゃん勉強不足だ。こういう日は外で遊びてぐらいで、対馬くんがピクリとも動かない件について。レオ、起きろ。早く起きないと、姫は助けるどころか交通事故の事実隠しにとどめさせてくるぜ。結構お茶目だからね。すげえやつだな。僕が印籠を渡してやる。この前僕が貸してた1万円返せよ。喪失だ。もはや何でもありだな。怖いか。まあ外見はただの不良だからね。それでも時々でかい風船ガムくれるんだぜ。おい、俺のアピールポイントそれだけ？嬉しいこと言ってくれるじゃないの。でもな、それにしても記憶喪失はありえねえ。ありえないことはありえない。俺だっていつの日かヨッピーに告白されるかもしれない。
それより対馬くんは大丈夫なの？おっと、スルーされた。しかし、なんでまた記憶喪失なんかになったの？後ろからガツンと攻撃されたんだよね。誰がそんなひどいことしたの？全格闘法が通用せん。さすがにやるやんか。あっちで野球盤で遊んでる金髪さんがやった。この度はエリーがご迷惑をおかけしまして。おい姫、レオは記憶失ってるのに野球盤やってる場合じゃねえだろ。でも別に私が記憶失ったわけじゃないし。ん？何？もしかして私のそばにいたの？ああ、事故を巻き起こし、しかも責任放棄した張本人に懐いてるなんて。まあ、これも私のカリスマよね。とりあえず対処法を一緒に考えるんだ。やはりクラスで飼う以外考えられないよね。いや、病院があんだ。ヨッピー飼育係。まあ、そのどうしようもなくなったらね。うん、私が飼育しようかな。いかん、このままでは対馬レオは生徒から、そこの水槽にいるタニシのタニシ君と一緒の扱い、つまりクラスのペットになってしまう。先生なら、先生ならきっと何とかしてくれる。お、話をすればいのりちゃんが来たぜ。なるほど、軽い記憶喪失ですか。でしたら記憶の原野に行って対馬さんを連れてくればいいんですわ。そんなこともできんの？伊達に教員免許持ってませんわ。教師ってすげえ！祈り先生が特別だと思うぞ。ですが、記憶喪失で隙だらけな心なら、おそらく。それでは、長い付き合いである対馬さんファミリーもご一緒に行きましょう。どうすりゃいけんの？対馬さんの体に触って、あとは私の言う通りに霊障してください。寝てるみたいになってるね。
これホームルームどうなるの？とりあえずみんな自習してて。あ、すげえ！ここがレオの潜在意識世界？そんなに深くは潜り込めないので第一層ですわね。なんだかカニが縦横無尽に走り回ってるんだが、あれ意識の中の僕なんでしょ？何してんのあれ？あれが対馬さんが意識の中で抱いているカニさんのイメージです。かわいそうな子にしか見えない。なんて失礼極まりないやつだ。あっちの頑丈な城みたいなものの中には姫がいたぜ。花に埋もれて真っ白なドレス着て優雅に茶を飲んでた。僕との露骨な違いは何だ。あれ？あれは意識化の俺じゃねえの？なんだか熱心に美少女ゲームやってますわね。それ以外のリアクション一切ないな。つまりそれがフカヒレのイメージってことだな。ここに対馬さんがいましたわ。はいはい、ちょっと帰りますわよ。なるほど、朝はそんなことがあったのか。とりあえず姫、お前はいろいろ問題あるので修正だ。そろそろ足を出させてもらうぞ。痛いけな後輩を攻撃するって言うんですか？攻撃ではない、指導と呼ぶがいい。見切った。
ほう、腕を上げたじゃないか姫。そうでなくては。まあこっちも日々鍛えてますんで。そう、いつまでも押さえつけられませんよ。だが腕力では私に勝てないさ。私は力を10分の1も出してないぞ。いや、まあこっちも実は12分の1ぐらいなんですけどね。私は20分の1だったかな。子供だ。心情を想像力で補って役になりきって。部長いつにも増して気合入ってるみたいな。僕の計算によるとこの絵部長のやる気は 20% も上昇しているね。演劇は楽しいけど最近練習きつすぎんみたいな。ぼやかないの。春の大会のいい結果見たでしょ。まだまだ私たち伸びそうなんだから頑張りましょう。駅で昔喧嘩してた奴らに会ったぞ。目伏せて逃げてったけどな。俺の過去なんて女に振られた思い出ばっかりだぜ。あなたの存在が気持ち悪いとか言って振られたら殺しても無罪って法律が欲しいな。精神的正当防衛だっけか。さすがにそんな法律は難しいだろうよ。
ちょっと伊達くん、ちゃんと1時間目から学校に来なさいよ。規則破るの登坂に来るの。それに伊達くんも勉強ついてこれなくなるのよ。因縁つけてるわけじゃなくて、俺のためにも注意してくれるってのはなんか嬉しくてよ。津島くん？何してるの？